はい、こんにちは。懐かしいゲームウォッチの記憶めぐみでございます。海外メディア VG247、 過去10年間で最高のビデオゲームトップ50を決めようぜのコーナー、2010年から2020年のランクということでね、2020年まだ来てないような気もするんですけれどもね、これは VG のスタッフが、10年間で最高だと思ったゲームを25個当てて、そこにポイント分けしてランク分けしたという感じで、50個ゲームタイトルずらっと並んでおります。とりあえずトップ10いきましょうか。トップ10、第1位、ウィッチャー3、2015年。第2位、マスエフェクト2、2010年。マスエフェクト久しぶりに聞きましたね。そして3位、レッドレッドリデンプション2、2018年。4位、スカイリム、2011年。もうそんな経ったんだって感じですね。そして5位、フォールアウトニューベガス、2010年。6位、ゴッドオブオー、2018年。これ、ゴッドオブオーだけついてますが、2018年のものなので、初代ではなく一番新しいやつですね。そして7位、ラストオブアス、2013年。これ、そんな経ったっていう感じですね。そして8位、フォールアウト4、2015年。これ、4年も経った、フォールアウト4。そして9位、レッドデッドリデンプション。これ、2010年。そして10位、ディスオーダード2、ということで、2016年。これがトップ10という形ですね。まあ私個人的にはスカイリムですね。スカイリム圧倒的1位です。はい。まあウィッチャー3もわかるし、マースエフェクト、レッドデッドリデンプション2。まあ、マースエフェクト、レッドデッドリデンプション2。この辺はね、私の、ちょっと あまりね、どっちかっていうとスカイリムとかウィッチャー3みたいなファンタジックな方が好きなので、私はね、私はですよ。だからスカイリムの方が。上ですね。はーい。そんな感じ。で、日本のゲームで言うと、15と16、これが決めてますね。15位、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、2017年。そして16位、ダークソウル3、2016年。ですね。なんか新しめのが入ってるよね。レジェンド化した、過去のもの。と新しめのが入ってるっていう印象なんですよね。ポータルとかですね。なんかレジェンドしたやつ以外は新しめだよね。ダークソウル3、デモンズソウルだろそこはって思うもんね。あと日本のゲームで気になるところで言うと、私で言うとドラゴンズドグマ32。もこれ面白かったけどね、ドラゴンズドグマ。カプコンが作ったオープンワールド RPG。まあこれもファンタジーなんでね。言ってみればスカイリムみたいな感じで。だから完全私の好みで喋ってますよ。ニアオートマタ36位。アウトラスト38位だって。もう2013年、もう6年も前か。懐かしいね。アサシンクリードオデッセイ39位。これバトルフィールドバッドカンパニー2、43位はないでしょ、もっと。これトップ10入りだな、私の中で。遊んだ時間で言うと、バトルフィールド、バッドカンパニー2はめちゃくちゃ時間やったもんね。2010年だって。ああ、なるほどね。で、まあ、最近のね、流行るフォートナイト。こちら、45位だって。45位。だそうですよ。はい。こんな感じ。まあ、なんでここに、アサシンクリード2が入ってないんだっていう、私の中でアサシンクリード2 1位だろみたいな。いや、スカイリム1位かな。まあ、アサシンクリード2なんでないのって、あれ2009年なんですね。2009年の12月、11月かな。日本は12月ぐらいだったと。なんで、アサクリは、まあ、年代で入れなかった。ということですね。まあ、あと個人的、超個人的で言うと、バニラウェア、オーディンスフィア、レーブルラシル。これ2016年くらいだったかな、だと思います。あとは、バンキッシュ、ビオネッタみたいな、プラチナゲームズ。この辺も入んなかったですね。待って、違う、あれ？ニアオートマタ入ってんじゃん。ニアオートマタプラチナだよね。あれ？ちょっと待って、こっち、プラチナだよ、プラチナゲームズ！スクエニ発売でしょ、開発は横太郎。じゃあ開発プラチナゲームズね。だからニアは入ってるのか。なんか今パッとビデオ回しちゃってるんで、あれもこれもそれもっていうのがあると思うんだけど、ファークライ3 25位、2012年だって。じゃあファークライ3からファークライ4って、あれファークライ4っていつ、去年2018、6年もかかったってこと？
あ、なんかスパッと出た感じがするのは私がもう年取ったからだな。あー、ファークライ3とファークライ4だったらな、確かにファークライ3の上かな。ストーリーはファークライ4の上だけど、ゲーム性で言ったらファークライ3だよね。うん、そんな感じやね。まあトップ10はもうしょうがないね、これ。うん、文句ないもん。そのまあ個人でこれが好きあれが好きっていうのね、スカイリムが1位じゃねえかとかっていうのあるけど、そういうの個人的な意見を抜くとまあこんな感じだよね、トップ10は。うん、まあトップ15で考えるとギリギリゼルダブレスオブザワイルドが日本のゲームとして入ってる。で16もダークソウルが入ってるっていうところですね。はい。うん、15までいけば日本のゲーム入るけど、トップ10には入ってないですね。いやスカイリム上でしょ。皆さんどう思います？皆さん的にこの10年いろんなゲームやったと思いますけど、どうだった？あー、まあこの10年、でもこれアンチャーテッド入ってないもんな。アンチャー先生一個も入ってねえな。面白いね。うん、まあこれはこのメディアがね、決めた、スタッフが決めたものだからね、ユーザー投票じゃないので、スタッフがまあいろいろね忖度的なのもあるかもしれないしね、わかんないけど、まあってところだね。うん、そうだね。2019年ものも結構入ってるもんな。本当になんか間がないな。レジェンド化したやつと最新って感じだな。あんまり時間なかったんじゃない、スタッフも。あの、精査する。あれがあったな、これがあったな。案外、3日後に上げてくださいみたいなさ、スピーディーにやんなきゃっていうので、どうしてもそうすると、過去でもう伝説化したものがこびりついてるのと、最近やったものは出がちですよね。出がちだよね。間で、ね。だって新しいの入りすぎだもん、これ。そんな気がする。まあ今年のゲームオブザイヤーまだですからね、いよいよ、ね、時期的に迫ってまいりましたが、うん、そうね、アンチャないんだな、これ。アンチャ忘れちゃったんじゃない？アンチャ入れるの忘れちゃったんじゃない？シビライゼーション5、42、2010年、これもやったもんな、シビライゼーション。42位か。なんかおかしいな。なんかおかしいっていうか、まあ私の好みがあるからね。恵み的10年間トップ50ってやったらもうガラッと全然違うものが出ると思いますけれども、まあでも言うて20位ぐらいまではそんな変わんないかなっていう気はする。うん。まあでも、これさ、10年を洗いざらしってなるとすげえ時間かかると思う。1年1年出たゲーム全部洗い流さなきゃいけないじゃん。100本やったとしたら1000本でしょ。まあ2020年っておかしいけど、それ900本でしょ。洗い流してそっからさ、これがでこれがでって50個決めると超大変だよね。まあようやったなって、面白い企画だなとは思いますけど、だからもうちょっと考えてほしかった。時間がなかったんだろうな。1個の企画にそんな時間割けねえよっていう感じな気はする。うん、まあパッと見で私の1位はやっぱスカイリムかな。じゃあちょっと トップ3でいくと、こうパッとこの中に入ってるやつで申し訳ないけど思い出せないからね、パッといっちゃいますけど、まあ、1位スカイリムでしょ。1位スカイリム、これはもう揺るぎないね、揺るぎない。で2位バトルフィールドバッドカンパニー2、これ43位だけどね、バトルフィールドバッドカンパニー2だね。朝クリシリーズがさ、オデッセイしか入ってないんだよね。これがオリジンズだったら3位にするけど、オデッセイだもんな。うん、3位どれだろうな、私の中で。うーん、難しいな。これやっぱ難しいんだよね、こういうのってね。10年って言われちゃうとね、ちなみにグランドセフトオート5、これ14位。おかしい。これはトップ10入っていいんじゃない？むずい。これ超むずい。ごめん、無理だわ。1位スカイリムはもういいかな、私の中では。で、2位が、
まあやった時間で言うとやっぱバトルフィールドバッドカンパニー2すげえやったもん、時間的にやったから、これも2位でいいかなっていう気はするけど、3位に当てらんねえな。あ、難しい。ファークライ3あたりかな、ファークライ3かな。あ、難しい。ドラゴンズドグマンも面白かったな。あ、まあファークライ3だな。ファークライ3そうしときましょうか。そうしよっか。じゃあ私のこの中では、ここにあくまで載ってる50個の中ですよ。で、選ぶと1位、スカイリム、2位、バトルフィールド・バッドカンパニー2、3位、スカイリムじゃなくて、なんつったあれあれ、なんつった私。あれ、ファークライ3かな、私の中では。10年か。なるほどな。いよいよね、こっからプレステ5、ね、Xbox スカーレット。ね、ニンテンドースイッチっていう新時代突入して、それが終わった時にクラウドになるのか分かりませんけど、まあなっていくんだろうな。もう一回トップ10読み上げときましょうか。トップ10、1位が、ウィッチャー3、2位バスエフェクト2、3位レッドデッドリデンプション2、4位スカイリム、5位フォールアウトニューベガス、6位ゴッドオブウォー、7位ラストオブアス、8位、フォールアウト4、9位、レッドデッドリデンプション。10位、ディスオーナード2。こう考えると、レッドデッドリデンプション1、2入れてんだよね。でも、グランドセフトオート5は入れないんだよね。面白いですね。面白い。つか、ネプテューヌ入ってなくね？ネプテューヌ。ハイパーディメンションネプテューヌ入ってない！そんなバカな！ハイパーディメンションネプテューヌ入ってないんだけど！入ってたらこのさ、このランキングの信憑性1ミリもなくなるわ。なんでお前はことあるごとにネプをネタに使うんだっていうね、大好きですからね。ってわけでアトリエも入ってなくない？違う。ってわけでね、このトップ10で私の中の、まあこの中でこの中パッと見て選ぶのは、まあ1位スカイリム、2位バッドカンパニー2、2位、3位、3位ファークライ、ファークライ3だって。はい、これ正確な10年で言うと、まあ2019年なので、2019年なので、2009年からか10年なんで、だからこれ9年間なんだよね、本当はね。9年間、2010年ねえもん。9年間。2009年が入っていれば、間違いなく、1位スカイリム、2位アサクリ2。これはもう確定ですね。もうスカイリムとアサクリ2は並んでいいんじゃねえかぐらい。だね。いや、むしろスカイリム超えてんな、私の中で。アサクリ2超えてんな。超えてるかもしんない。はい。そんなわけで、海外メディアですね。はい。面白いことしますね。10年荒らしてトップ50決めようぜって、すげえ手間かかるからこそこういうランキングになっちゃったのかなっていうのは思いますけど、でもまあ企画としてはすごく面白い、見てて面白いなと思ったんで動画にしました。VG247 こちらで検索すれば見れると思います。というわけで皆さん、このね、まあパッと考える10年で、まあ1時間ぐらいで考え、1時間もない、10分くらいでパーッと考えて、ベスト3ないしベスト10、何が思いつきます？コメント書いて。なんか、これだろう！これだろう！っていうの。お前これ忘れてんぞみたいなね。あったら、ぜひとも書いていただければと思います。見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。